まあ、去年のそのタイラー・アンダーソンを獲得したみたいな、まあ、ベテランのスイングマン、その先発もいけるし、リリーフもいけるって感じのピッチャーを、まあ、取りたいみたいなことは言っていたんですけれども、この発言からして、まあ、カスティーヨとか、アスレチックスのモンタスとか、その辺は多分狙わない。まあもちろんね、ディポトさんは我々、常に我々の予想を上回ることをしてくるので、蓋を開けてみたらカスティーヨが来たとか。いや、本当に来ちゃったよ。今月の14連勝で一気にプレイオフ争いに加わったマリナーズは今日レッズから先発投手ルイス・カスティーヨを獲得したと発表。カスティーヨはアスレチックスのフランキー・モンタスと並んでこの夏のトレード史上一番の先発投手とされ、マリナーズ以外にもヤンキースやカージナルスなどもかなり積極的に動いているという情報は出ていましたが、まさかのマリナーズがカスティーヨ獲得に成功と、昨年のトレードデッドラインではプレーオフ争いに加わっていたにもかかわらず、チームリーダー的な存在であったケンドール・グレーブマンをアストロズへトレードし、現場からの反感を買ってしまい、とある選手には裏切られたとまで言われたマリナーズフロントですが、今回のカスティーヨ獲得はチームが今年本気でポストシーズンを狙っていることを示す、その本気度を明確にした動きと言えるでしょう。ローテーションの状態が最近は比較的良く、編成トップのジェリー・ディポトも7月上旬の時点ではどちらかといえばスイングマンタイプが欲しいとは言っていましたが、本当に蓋を開けたらカスティーヨ、やっぱりディポトさんは我々の予想を超える動きを見せてくれますね。トレードの詳細を見ていきましょう。マリナーズがルイス・カスティーヨを獲得し、レッズは4人のプロスペクト、ノエル・ビー・マーテ、エドウィン・アローヨのトッププロスペクトに加えて、参加内でも比較的評価の高かった先発投手リーバイ・スタウト、リリーフプロスペクトのアンドリュー・ムーアを見返りに獲得することになりました。マリナーズは目論見通り先発補強を達成できたどころか、今獲得できる中でも一番の先発投手を連れてくることができました。カスティーヨは来年も保有権があるため、今年限りのレンタルでない点も好材料。ただカスティーヨのようなエースクラスのピッチャーを獲得するための見返りは当然安くはなく、マーティやアローヨのトッププロスペクトにさらに2人も加えたパッケージを差し出すことになり、再建を進めるレッズにとってはカスティーヨでこれ以上にないパッケージを手にすることができたのではないでしょうか。個人的にはカスティーヨ一人に結構出したなぁという印象はありますが、今季はプレーオフ枠の拡大によって例年よりも明確な売り手のチームが少なく、ヤンキースやカージナルスといった若い才能の多いチームを上回るにはこれくらいのオファーは必要だったんだろうと推測でき、また似たようなトレードに昨年ブルージェイズがホセ・ベリオスをツインズから獲得したトレードがあると思いますが、ベリオスよりも成績が一段上で、かつ今年の売り手市場を考えればまあこれくらいの対価なんでしょうね。カスティーヨでこのレベルの見返りが必要となると、フアン・ソトや大谷選手のトレードはこの夏まとまらないんじゃないかとも思ったりもしましたが、このトレードによる見返りが一つこの夏の基準ともなりそうです。今回マリナーズが獲得したカスティーヨですが、来年2023年オフに FA を迎える予定の29歳。マリナーズは昨年11月の GM 会議からカスティーヨ獲得を試みていたようですが、それがついに実現したと。右肩の怪我で今季出遅れていたカスティーヨですが、復帰後は怪我の影響を感じさせないピッチングで、今季14先発で防御率 2.86、 ウィンザオリプレイスメント 3.3 でオールスターにも選出されています。平均97マイルのフォーシームにチェンジアップ、スライダー、シンカーの合計4球種ほぼ均等に織り交ぜて、打者に的を絞らせず、ゴロを打たせながら三振を奪える極めて打球管理に優れたピッチャーです。今年は例年よりも打球関連の指標が少し悪化気味ではあるものの、平均打球初速、ハードヒットの割合、バレルの打球の割合はいずれも MLB の平均以上で、これこそが MLB 屈指の打者天国、グレートアメリカンボールパークを本拠地としながらも、1000球の成績を残せてきた理由でしょう。エース級のピッチャーがマリナーズにやってきました。ディポトさんはこの夏先発補強が目標と明言していまして、有言実行の補強となりましたね。当初はスイングマン狙いの発言もありましたが、チームの状態が予想以上に良くなったことで明確に先発が欲しいという発言も出るように。マリナーズの先発ローテーションは幸いにもここまで一人も故障離脱しておらず、先発防御率 3.63 は MLB 7位と順調そのものではあるんですが、ただルーキーのジョージ・カービーがまだ1年間プロレベルで投げ切った経験がなく、また昨年肩の疲労で1ヶ月程度離脱したこともあったため、イニングを管理せざるを得ず、今季ブレイクイヤーとなっているローガン・ギルバートについてもすでに昨年1年間と同じくらいのイニングを投げているため、こちらもイニング数については注視しなくてはいけない状況。これとは別にローテーションにはイニングイータータイプのクリス・フレクセン、マルコ・ゴンザレスの2人を抱えていますが、この後のプレイオフ争いやプレイオフ本番も見据えると、特に FIP などの指標があまりにも悪いマルコあたりは不安が多く、もう一人実績のある先発投手が欲しい状況にはありました。カスティーヨの獲得はこの2つの問題を一手に解決させるもので、これでカービィのイニング管理はしやすくなりましたし、シーズン終盤絶対に勝ちたいゲームでマルコの豪運に頼る必要もおそらくなくなりました。
カスティーヨは今季14先発でクオリティスタート10回と安定感はピカイチで、また5月31日以降の先発すべてで6回以上投げ切るなど、イニング消化も期待できそう。2019年以降のウィンザーリプレイスメント 14.1 は MLB 全先発投手中7位の好成績で、マリナーズは MLB でもトップクラスのスターターを今回獲得できたわけです。打者有利なグレートアメリカンボールパークから一転して投手有利な T モバイルパークへの移籍による恩恵もおそらくあるでしょう。カスティーヨ、レイ、ギルバートのローテーショントップ3どうですか？もうね、楽しみで仕方ないです。ブルージェイズがそうしたように早くカスティーヨについても契約延長してもらって、このローテーションを少しでも長く見たいですね。ただ何度も言うようにカスティーヨというピッチャーへの対価は決して安いものではありませんでした。むしろレッズは相当いいパッケージを手にしたと思っています。まずは何と言ってもノエルビー・マーテ、球界トップ20クラスの評価を受けている20歳の大型ショートで、今季はハイエーで少し開幕から調子が悪かったものの、今月一気に調子を上げてシーズン通算ではホームラン15本、 OPS 8割2分、体が大きいので将来的にはショート以外のポジションを守るのではないかとも言われていますが、このまま順調に育てばメジャーでも強打の内野手として活躍してくれるんじゃないでしょうか。アローヨは昨年ドラフト2巡目指名を受けた18歳のショートで、もともと守備型の選手という評価のはずだったんですが、今年打撃面で予想以上の活躍を見せていまして、シングル A で打率3割1分6厘、 OPS8 割9分9厘、評価も急上昇中で、マーティよりもアローヨを押す人もいるくらい。アローヨが毎日シングル A で打ちまくっているのを見るのが楽しみで、マーテを出すなら同じショートのアローヨは残しておきたかったなというのが正直な感想なんですが、今年のドラフト1位で高校生ショートコールヤングを指名したことで2人を動かしやすくなった側面もあるんですかね。残りの2人、スタートは2019年3巡目指名を受けた先発投手で、最終的にはその座をブラッシュに譲りましたが、今年の開幕ローテ候補にも名前が上がっていた選手です。最速99マイルの速球にチェンジアップやスライダーも光るものがありますが、今季 AA で少しつまずいてしまっているのがどうなんでしょうかね。ムーアは昨年ドラフト14巡目指名を受けたリリーフプロスペクトで、コントロールに課題はあるんですが、シングル A で今のところ三振の山を築いている選手です。まあ潜在能力の高い選手を今回4人も手放すことになってしまいましたが、ただ AA よりも上のクラスでプレーしているのはスタートのみと、まだ未知数な部分も多い選手たちが中心なので、この選手たちを使ってカスティーヨクラスのピッチャーを取る判断自体はまあありなのかなと思っています。結局本気で上を目指すのであれば、どこかでこういった動きは必要だったでしょうからね。あとはカスティーヨが期待通り働いてくれることを祈るのみです。ということでエース格の獲得を実現させたマリナーズですが、この後の動きはどうなるか。リポトさんの発言の限りでは野手の補強は少し可能性が低めのようですが、最近少しお疲れ気味のブルペンに補強はしてもらいたいですね。トレードデッドラインまであと3日今日ありますが、果たしてマリナーズはどんな動きに出るのか。また我々をあっと驚かせるような動きが来てくれたら嬉しいですが、リポトさんの次なる一手にも注目しましょう。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、メルビーに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。